おい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 、声、俺の声、北新地返せよ、俺の声。今日は牛タン焼きます。焼いてます。焼いてます、はい、ここ会社ください。ここ会社いうやつ連れてくる。いるやここに。俺の会社ちょっとあの自己紹介を。ダイソンの山です。ダッサーの部屋でください。あ、そうです。ちゃんと初出しや。昨日からお酒飲んでる時はずっとそうそう。ほら姉さん多いよ、ほら姉さん多いよ、ほら。やだ。ほんまに声でかい。帰った方がいいかもしれない。帰った方がいい。じゃあ乗ってください。え、念願な。もう食べる。どうなんだろう、まだ焼けてないんじゃないか。料理人。いや火力。あ、この商品があれなんだ。火力ゼロか。ゼロじゃない。ゼロ。社長、社長、火力ないんだってこれ。これ焼いた焼き鳥温めて食べるのにすごい最適化されてるんですよ。おお。だからできれば牛タン違う商品で焼いてほしかったんですけど、焼肉用のやつがあるんですよ。あ、なるほど。うわ。え、じゃあこれ誰のミスですか社長。これは佐藤です。やば。すいませんでした。全然知らないな自分社長。毎日のようにトリセツ読めって言われてますよ。社長の目だけまずです。マジ。はいどうぞ。はいどうぞ。じゃあお願いします。行きます、行きます。先に行っちゃった方がいいみたいなやつね。オッケー、しゅんちゃん待ってるからな。でも佐藤さんは鳥かな。しゅんちゃんおいで。めちゃくちゃ美味しそう。そう、横にいるのやだよね。なんか今日いつもの4倍はうざいんじゃない。違います。すいません。お客だと思われる。前1回やってるから。やってますね。2回目のうまいはもっとあるんだから。流れがあるから。それでちょっとまあまあ来ましょう1回。やり取りが長い。全然気づかないけどびちゃびちゃ。多分直伝で、ね、冷凍のやつ教えてもらったんですよ。あ、そうなんだ。全部溶けた。待ってる間に全部溶けた。やば。ただの濡れネクタイ。準備してくれてんのに、あんたの変な暴走で全部分かんなってんだよ。坂野社長と、うん、ハッピーアワーチャンネルやりましょう。いやっ、あしゃいやっ、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 はい、これはおいしい、これうまい、うまい、うまい。どっちがどっちがどっちが。こんな言うのもなんですけど、いやけど意外とカスカスよ。ちょ、いやよ。あ、大鳥もう行くのね。大鳥ヘップバーン行こう。ちょいちょいくだらない。大鳥ヘップバーン行きます。買うな。やなら食わなくていいんだよ。いや、やらせてください。やめましょう。やめましょう。やらせてください。やめ、やめ。Kさんとドラの時も全カップ。行きます。一言言ってあげてください。早く帰ってください。はい、本当に多いみたいな。